南海電鉄バスサザンクロス、博多号サザンクロス、博多号とは、かつて大阪府堺市と福岡県前原市を結んで運行されていた高速バスである。高速バス路線開設ブームの中、JR 九州ではバス部門の強化のために高速バス運行にいくつか参入していた。この路線はムーンライト号に対抗する形で開設された路線である。ただし、 すでに定着している、ムーンライト号と全く同様の設定では立ち行かないと考えられ、大阪側での発着地は、ムーンライト号の梅田に対して、南波、堺とされたが、これにより、南海電鉄バスも参入することになった。また、福岡側では、天神への乗り入れに変わるものとして、前原市を起点とすることとなり、昭和自動車も参入することになった。 また、筑前前原駅から先は、筑飛線を利用することで、唐津市からの需要も取り込むことが考えられており、筑飛線には、サザンクロス、博多号とセットで割引という往復割引運賃も設定されていた。この往復割引乗車券と、サザンクロス、博多号の往復割引運賃を合計すると、すでに昭和自動車が運行していた。 サガンウェイ号と同額になるように設定されていた。しかし、天神を経由しないことに加え、営業力の差などから乗客数は低迷した。福岡においては、南海電鉄の知名度は低く、JR 九州バスの存在を知らない人もいるほどで、宣伝力もムーンライト号には遠く及ばない状態であった。本路線が廃止された後に、 ムーンライト号の利用者数が大きく伸びたという事象もなかった。堺駅堺東駅南波高速バスターミナル。博多駅今宿線自治区前前バル駅。昭和以外、独立3列シート29人乗りの三菱、エアロクイーン M を使用していた。路線廃止後は、他路線に転用されている。バスラマインターナショナル21号、P34AB バスラマインターナショナル21号、 P35 ありがとうございます。